あれこれ入ってんの？入ってる。入ってはい、ということで立ち入り禁止始まりました。よろしくお願いします。はい、MC のしんしんです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、一人なんですよ。うん、うん、声が2つ聞こえるけど、一、うん、人なんです、うん、で、厚化粧 の、 あのいつもの人はちょっと化粧の旅をね、うん、化粧の旅をしにちょっと今今日は来れないということで。そうですね、はい、途中から来るかもしれないんですけどね、うん、化粧がうまくいけば、そう、うまくいけばもしかすると映像に乗っかる可能性があるということで、ちょっと今乗せられる状態じゃない、乗せられない、化粧も乗んねえし映像にも乗せないっていう、この、うん、ということですね、うん、暴挙に出てます、はい、ということでもう一人、はい、今日いますゲストさんです。どうぞ。はい、お久しぶりですね。はい、お久しぶり、はい、今瀬くんですね。今瀬くん、もう自分でも今瀬くんって言っちゃったね、はい、いいんですよ、いいんですよ、はい、はい、ということで今日はゲストっていうことで、はい、大事に扱いたいなと思います。いや違うよ、俺今瀬くんだから。いや今瀬くん、あとまあ作詞さんって人が来るんで、あ、はい、そういう感じでいく、そういう感じですね。ちょっともう一回やり直そうか、はい、大丈夫大丈夫大丈夫いいよいいよ、はいはい、はい、ということで今瀬くんです。よろしくお願いします。はい、はい、どうも。はい、はい、っていうことで、まあ今日もね、はい、わざわざ来てくれたっていうことは、いえいえいえ、はい、まあ告知しに来たんだなっていうことで。まあそうですね、これ使っての宣伝ですね。そうそうそう、どんどん宣伝のため使ってほしい。はい、そうですね。はい、うん、なんかある、もう先に言っときたいこと。先に言っときたいこと、うん、あ、じゃあ先これ言っとこうかね、うん、はい、私あの結構ね、名前なんて言われるかわかんない、マー作詞なんです。あー、なるほど、はい、どっかの番組でね、マッハって呼ばれてたけど。あ、いや、まあ、いろんなこと呼ばれてます、うん、はい、まあでもマー作詞なんですこれで。はい、でまあツイッター、うん、あとマー作詞でググればね、あの YouTube チャンネルとかなんかいろいろプロフィールとか出てるんで。これ394ってさ、はい、あのパチンコメーカーの三強じゃないよね。違います、うん、さ、あの策略家の作詞を数字で表して、うん、あー、で作詞も書くよってことじゃないんだ。作詞も、え、まあ、うん、まあそう、ちょっと、まあ、ちょっと違うかな。あ、ちょっと違う、そこ乗っかっちゃえばいいやいやいや、こだわりがあるの。あ、こだわりがあるの。大将じゃなくて2番手が好き。だからあの現代のあの、はい、孫権みたいな、そういうことで、ね、孫権ではないな、あ、諸葛孔明とか。そっちだね。あ、じゃあそっちで行こう。あ、そっちで行こう、うん、と、うん、いうことで、今日は、はい、諸葛孔明と心身で。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、いいんです。はい、でこんな感じで、ね、今日もね、ゆるくやっていこうかなと思うんで。はいはいはい、ということで、そろそろ CM まで、はい、何秒前か分かんないんですけど、はい、CM です。あれ、これ入ってんの？入ってる、入ってたい俺がやってもね、あね、はい、曲がね、ちょっとね、そうね、なんだけども、うん、あと、マザー・テレサさんがね、バンちゃん自分の顔を探し行ったんですね。その通りです、はい、そういうことです、そういうことです、はい、はい、というわけで、はい、はい、私ゲストで久々に、はい、はい、今瀬くんこと、はい、まあ作詞さん、はい、そうですね、よろしくお願いします。まあ、さんです、はい、こっからまあ作詞さんです、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、まあ、はい、ね、告知しに来たっていうことで。そう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 、はい、あのほらね、前にほら1回目出た時とかもさ、うん、あのね、さらさらっとなんか俺の紹介ってしないうちになんかあれだったからさ、うん、あのシンシンの知らない俺とかもいるだろうと思ってさ、ね、いるの？いると思いますよ、きっと。会ってない時期もあったからね。うん、はい、というわけで、あのパリピの今瀬くんのイメージしかない、はい、パリピだってイメージは一回もないんだけど、うん、まあじゃあちょっとさらさらっと、あの普通にゲストが来た時のように、私自分の紹介をします。はい、自分で自分の紹介するね、はい、新たな、あれ、新しい方法ですね、うん、一応これね、タレントプラスっていう事務所のところにね、あの私のプロフィール載ってるんで。おー、はい、タレントさんなんだね。まあでもないけどね、うん、でもない、まあ、ね、まあ、まあ作詞、はい、ね、94年ぐらいからねベーシスト始めました。でその頃ね、あのいろいろやりつつ、いろいろやってね、高校を3年生で辞めて、3年生で辞めて、はい、3年生で、それちょっと言い過ぎじゃない？1年の夏ぐらいで辞めたんじゃない？いやいやいや、なんでそっちをさば読むの？辞めさせられた感じじゃないの？いやいや、まあ、次行くよ、はい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 、そう、辞めて、うん、で八王子で一人暮らしして、うん、でその頃に、これね、公式プロフィールに載ってますからね、うん、名優であるね、ワールドエンドアパートメントってなんか知ってるかな、バンドの。ああ、ちょっとご存知ではない、存じではないの、シンシンって方が、ね、ああ、その人だけは知ってる、知ってます、うん、あ、結構有名ですよね。そう、イケメンギタリスト、イケメン、そう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 、うん、でその方がなどから育てられてね、いろいろバンドやったり、まあまあ育てたのか育てられたのか、ね、いやいやいや、怒られたのかちょっと分からなかった、不明なんですがあ、評判下げるのかもしれないですはい、っていうようなことでね、いろいろ、それで10年ぐらいやってたのかな、トータルベーシスト。
そうだね。そうですね、うん、でまあ24ぐらいに辞めました。ベースはもう、ああもうあの普通になりたいなと思って。普通だアイドルみたいなことね。そうそうそう、うん、まあ、ちょっとね一発の社会人になりたいと思って、はい、で やめたはいいんだけど、うん、ちょっとその頃ラップにハマっちゃって、はいはいはい、はい、でまあちょっとねあのラッパーになろうと思って。そうそう、ラップっていうのはサランラップじゃないからね。うん、あの、うん、はい、そうちゃんとしたラップです。そうそうそう、はい、これ上に流れてるの私の曲です。おーおーおー、私のってかあのマーシャとのやつですけどね。おー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 、はい、で、ね、そうね、これがあのラッパーになって、うん、であのいろいろ機材買ってトラックメーカーやったり、うん、ちょっと DJ かじったりとかして、うん、であの路上のやってるフリースタイルのサイファーっていうんですけど、うん、に行ったんですよ。2005年ぐらいでしたかね。ああ、2005年だね、うん、でそこでね知り合ったやつが、うん、今ちょっとねかなりね有名になってるんですけど、戦国っていう MC バトルって日本の大会でかなり大きな大会があるんですけど、それを主催してる MC 青春ってやつとたまたま知り合って、そこで、でそこでラップグループを組み出して、うん、はい、でなんかちょっとなんかしたらトン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 となんか調子よくなってて、うんうん、で楽しいななんて思ってまあ3年ぐらいやってたんですけど、うん、まあなんかもうそれももうめんどくさいなと思って。まあそうだよね、うん、肉じゃがとかにこうくるめて電子レンジにチンする役割だからね、うん、あ、ごめん、サランラップの話だった。うん、そうだね、それ違うね、うん、時間の無駄だから進めます。はい、であの、うん、そう、もうそれでもうめんどくさくなって、うん、もうひとまず本業のトラック運転手に専念しようと思って、うん、トラックメーカーメーカーがね、うん、それよく突っ込まれるけど、うん、関係ない、はい、そうで2010年ぐらいから、うん、もうほんと、ね、運転手一本でやってました。おでもう全く何もやんなくて、うん、まあバイク乗ったりとか、うん、なんだろうね、映画見に行ったりとか特撮見に行ったりとかなんかね、いろいろやったもうそこの情報いいのかいいですよ、いいですよ、私特撮大好きなんで、そうなんですか、はい、そうで、うん、ね、なんかまあで、まあ、そうで、まあその間に結婚して、うん、であとマンション買ったりとかして、ああいいね、うん、で、あ、でマンション買ったらバイク置けなくなっちゃって売って、うん、でさあ何するかななんて思ってたらあ、俺ベース弾けんだと思って、うん、そうで、たまたま2016年に思いつきでベースを買い直しまして、うん、はい、うん、たらなんかね、うん、面白くなってきて、うん、あ、まあ面白いよね、でまあなんかいろいろやってたら、うん、なんかあの、まあ、じゃあパソコンも買うか、またトラックも作るかとか、ラップもやってみっかなんてなって、まあいろいろやってるんです、うん、で、去年2018年であの、まあ、もうやめてるんですけど、ブラインドスロックってバンドで、うん、一応エマージェンスジャパン出たら、うん、ファイナリストに残れました。おお、はい、で渋谷大石で開催された決勝にも、うん、ね、はい、出ましたが、まあ別に箸も棒にもかかわらず、はい、うん、その後まあ抜けたというか、まあ解散で、現在はソロで、うん、ベース弾いたりラップやったりトラックメーカーやったり、うん、ね、まあ今結構やっぱベースが今多いですよね、うんうんうん、ベースの依頼が多いので、まあほとんどまあベースが多いですけど、うん、まあマーシャとまだコラボ続きやる話もあるんで、うん、はい、という感じの。なるほど、ストーリーですね。だからあの今現状本業は木こりさんでいいのかな。どっから木こりでいいの。いくら俺が田舎者だからってさ、うん、木こりではなかったから、木こりではない、だからそっかそっか、はい、杉とか倒すとか、うん、そうそうそう、まあまあ、うん、ラップとまあ多種多様というか、まあ、彩色兼備的な、まあうん、彩色兼備、まあまあ、うん、うん、そうそう、まあいろいろやりたいよね、うん、なるほどなるほど、そうそうそう、で主にベースを弾いてるっていうことで、そうですね、はい、やっぱなんだかんだベースが多いですね、うん、うん、まあでもやっぱね、うん、ベースから入ってるから、まあそうなんだよね、うんうん、ベースは似合うもん、あ、ありがとうございますね、うん、むしろベースしか似合わないっていいな、いや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 、やめてよやめてよやめてよ、うん、いや、まあ、パブロンとさ、はいはい、今瀬くん置いたらさ、はい、いやパブロン優しさの象徴じゃん、わかる、うん、はい、で、あの、うん、今瀬くん悪さの象徴じゃん、はい、うん、うまく混ざるかなと思ったらやっぱパブロンに勝っちゃうもんね、悪が強いというか。いや、優しさの象徴じゃバファリンじゃねえの。あー、そう、バファリン、俺パブロン好きだから、とりあえず泳がしとけばいいやとか思ってたけどさ。ちょっと間違えてでもう一回最初からやり直そうかな。いや、いいよいいよいいよ、うん、勘違いされちゃうからさ、あの人、うん、あの人間違えたんじゃないか、俺間違えたくないからさ、パブロンだって、そうそう、ちょっと編集、生放送だから編集できないけど、やり直すっていうやり方で、あ、それはまあまあいいよ、進めようよ、進めよう、俺今日いろいろ話したいことあんだよ、そうそうですね、そう、はい、そう、そんなこんなでね、うん、そうで、フラッとここ立ち入り禁止に最初ゲスト出てきて、うん、はい、でまあね、まあ心身と通過なんで、うん、うん、ちょっとちょろちょろ出してよなんつって、そうそうそう、フラッと来てたら、うん、
こんな感じで月1回出てくるような感じになってきたって形ですわね。そうそうそう、で出る、はい、そう出る代わりにね、いつもあの1000円もらってるんで、はい、あ、まあそうですね、はい、こっちは支払ってますね。そう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 、はい、そうそう、うん、まあ後で返すんですけど俺が脅すみたいじゃん、それ。そうそう、倍にして1000円もらって2000返すみたいな。ああ、うん、そうね、あ、そんな感じなんです、はい、そうで、うん、はい、ごめんね、ちゃちゃ入れちゃってね、うん、いいですよ、はい、うん、でまあまあまあ一応私のプロフィールはそんなもんなんですけど、うん、はい、どうなんですかね、なんとなく分かってもらいましたかね。分かった、うん、ここ最近知り合った人も多いんでね、あの、うん、ずっと俺が音楽やってるって思ってる人も多いと思うんで、あ、はい、でもずっと音楽やってるって思われた方がよくない？うん、でもずっと音楽やっててそのレベルかって思われたくないしさ。あ、そういうこと。いや別にレベルね、別にここの俺ブランクってのが大事だと思うんですよね。あ、私も11年ぐらいベース弾いてなかったんで。なるほどなるほど、うん、でラッパーもね抜けてから、だから全くやってない期間が多分 6,7 年あったんで、うんうん、ね、はい、だからもうほんとボケーっとして鼻ほじってた時代が 5,6 年あるってこと。まあそうですね、ボケーっとなんかあの河原行ってなんか肉焼いて食ってたりとかやってましたよ、はい、バーベキュー好きなんだね。そうだ、アウトドア派だからさ。なるほど、うん、そうそう、うん、そんな感じなんですよね私、うんうん、まあ今更俺に聞くこともねって感じだね。いや特に、ね、いやまあなんとなく知ってたか。まあなんとなく知ってるよ俺は。あ、うん、まあラッパー時代も多分何回か会ってると思いましたもんね、うん、ただそのプロフィールにさ、うん、なんか、はい、ごめんね、はいはい、こういうのもあるけどいい風な感じのしか残ってないなって思って。いい風、うん、やっぱあのバイクで夜な夜な走り回したりとかさそれ、うん、あ、今動揺してんじゃねえか、なんか昼間の運転手とか言ってたけど夜も運転手じゃねえのみたいな。何の運転手だそれ運転手じゃないのみたいなさ。いや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 、なんかあのプロフィール載ってないなっていう、あの歩道歴何回とかですか。いや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 、いやいや、部分、いや大事大事ですよ、うん、まあいいとこしかそんなの乗っけないでしょ普通。いやいやいや、やっぱさ、やっぱその普通じゃないじゃん俺らって。うん、そのやっぱそのアイドルとかさ、はい、そういいとこだけ見せ、まあそういうアイドルをなんか批判してるようであれだけどさはい、はい、そういう感じになって、やっぱ俺らはその暗闇の部分を出していこうっていう、あーダークな部分をね、うん、そう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 、そこら辺がなんか悪ってかっこいいみたいなさ、まあ、そういうとこもある、まあ、今の時代悪モテないと思うんですけどね、まあ、確かに隠してこ隠してこうか、はい、うん、だからいい人だっていうことをね、そういい人アピールします。俺ら仏です。はい、仏です。はい、はい、うん、ということで今瀬君のこと分かってくれたようで、はい、次はね今瀬君が今やってる現状を ね紹介していきましょうか。そこです、はい、うん、じゃあ本人によろしくお願いします。はいはいはい、これ入ってんの？入ってるよ。入ってたこれ、な、何の曲これね、なんかワロッコのね、うん、ジングルがあるんですよ。ああ、そうなんですね。そうそうそう、あんまこれ使わないからさ、はいはい、うん、これ使ってあげようと優しさだよね。ああ、そうですね、うん、バファリンですね。そうそう、うん、バファリンね、はい、ワロッコにこんな優しいのお金欲しい。うん、もらってないの？そうなの、うん、月10円しかもらってない。ああ、そう、うん、ただ働きみたいなもんね。まあ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 、10円ももらったらありがたいと思います。あ、はい、はい、というわけでね、はい、はい、戻りましたよ。いいですかね、うん、はい、じゃあちょっとね、今日ね、手間かけたんですけど、うん、今私、まあ、鋼鉄アストロンはね、そう、もうほら、分かってんじゃないですか。まあ分かってる。もう 出ましたしね、鋼鉄アストロン。そうそうそう、出てる、出てる、ね、メンバー全員出てる。はい、うん、で、あと、まあ、マーシャとやってるのも、うん、まあ、マーシャと出たし、分かりますよね。まあ、まあ、そうですね。チンピラーズ、はい、チンピラーズやってます。チンピラーズ。相変わらずやってます。そっちの方がいいね。あいつも気に入ってくれたんでね。うん、そうそう。はい、キンピラ食べたら、キンピラーズみたいになっちゃうけど。うん、はい、はい、それはいいですね。で、まあ、あとさっき言ってたトラックメーカーは、まあ、個人でやりつつ、YouTube に上げたりとかして、暇があればやってます。で、あとカルティナっていう、今バンドもちょっと最初にサポートで入ってたんですけど、今ちょっとボーカル抜けられて、病気を入れるように、うん、まあかっこいいバンドなんですけど、うん、で、まあそれ今ちょっと活動停止しながらもちょっとお手伝いしながらっていう形でやりつつ、今動いてるのが悪の花っていうグループなんですけど、はい、まずじゃあそちらをお願いします。はい、ドスンと、はい、ああ、こちらですね、うん、じゃあそのツイッターでね、結構フォロワー多いんですけど、クロスレイさんって方で、うん、はい、この方は自分でも公表してるか言ってますけど、40いくつのおじさまなんです。これでおじさんだね、結構、はい、おじさんなんだね、はい、そうですね、まあでもお綺麗ですよ、はい、うん、でもう一つお願いします。はい、ドスンと、はい、この方ボーカルで小松くんって方なんだけど、うん、
あ、イコノギ有名です。うん。この子、対バンで知り合って、そんな縁からなんか弾いてくださいみたいな感じで、って言われて、まあ、ちょろっとやったんですけど。で、はい、次行ってみましょうか。じゃあ、これ次、イケメンだぜ。はい。ほら、来た。なんか、うまそうじゃない？すごいうまそうじゃないこれ。いい感じで、ちょっとぼやけてる感じがね。で、できるやつだな、みたいな感じするじゃないですか。じゃあ、次行こうか。はい、次行きましょう。次行きましょう。いいですよ、いいですよ。まだありますから。はい、どうすんと。まあね、こんな感じが、まあ、悪の花ってもんで。ああ、なるほど。岩瀬くんが左に。そうです。これ、後ろなんだろう。今日の夕飯何するみたいな、そういうこと。うん。違うね。まあ、ドラムのクロスレイさんと小松くんがメインで。あと、ベースとギターは、まあ、バイトみたいな感じで、日替わりバイトみたいな感じで。そうなんね。ああ、でもなんか、ここのとこずっと俺がベースで出てるって感じなんですけど。これは、なんだろう、肉体労働なのかね。何労働になんだろうね。何なんですかね、うん、難しい、まあちょっと難しいところですけどね、うん、でまあそんなこんなでこの写真を撮ってくれた方が昨日ハノイで目黒ライブセッションだったんですけど来てくれまして、うん、で次行ってみますかね、はい、ハノイボンズ、はい、はい、これワッキーさんですね、うん、来た、おむつです、おむつ、おむつ汚いねこれね、ちょいおもらしかもしれないですけど、はい、次行きましょう、濡れてる顔してるから、ね、あのこれ匠モンスターさんですね、まあまあまあ見りゃ分かる感じの感覚ですね、まあまあでもじゃあ出てきた時と全然違うけどね、まあ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 そうですけどね、でも結構かっこいいですこれね、光っちゃったりして、では次行きますかね、はい、これギターのね、洋介ザカーニバルってことで、洋介ザカーニバル、洋介ザ YTC、略して YTC なんですけど、はい、この辺がね、この子と、ハノイボンズと僕は、うん、そのエマージンズで知り合ってる感じで、はい、はい、で次ドスンと、これを、はい、これはドラムの友成くんっていう子なんだけど、うん、僕と同い年で、うん、たまたま、おっちゃまくんだね。うん、でもね、ガタイもいいしね、うん、喧嘩したら多分俺より全然強いんですよ。じゃあ怒らせないでしょ。そうですね、うん、でもすごいいい方なんですけど、うん、まあいつもね、このメンバーでもう一人ハノイボンズにはサックスの小屋野さんって方がいて、あーなるほど、はい、その方のお店でね、いつもリハ終わると飲んだくれてるって感じです。で、まあ写真をじゃあ、ね、はいはい、これ昨日のねなんですけどね、うん、はい、まあいいですよ、まあこれ僕なんで次行きましょう。僕なんで、はい、ちょっと待って、次の準備をね、はい、今してるんで、ね、あ、準備してて、ああそうですか、ちょっとこれ今瀬くんの写真でちょっとなんか、ああそうですか、うん、ああじゃあちょっとあれ、そう、この写真撮ってくれた方は散々ライブを行ってる女の子で、まあ23歳の女の子なんだけど、おー23歳若い、兄貴って子なんだけど、うん、悪の花で知り合って、うん、まあなんか知んないけどちょっと意気投合して、長くなって昨日来てくれて、おー、でなんかいろいろバンド見たりとかもしてるし、うん、であれなんで、うん、ちょっと今度呼んでみようかなって思ってるんですけど、ここにゲストで、あ、カメラマンのゲストとして、カメラマン、まあそうですね、まあファン目線というかあれなんですけど、あ、だからこれ今瀬くんのファンってことでいいんだよね、俺のファンかどうかは分かんないけどね、ハノイで見て今瀬くんで行く、して悪の花に来てるでしょ、あ、逆悪の花見て花に来てる、あ、もうちょっと分かんないけど、とりあえず今瀬くんの付き人的な、あ、それでもいいですね、うん、それならそれでなんか俺が気持ちよくなるだけみたいな感じで、そういういいね、今瀬くんもやっぱそろそろ気持ちよくなってもらわないとね、あ、そうですね、いつもなんかガラガリガラガリ入れてるだけだね、そう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 、俺がいつも褒めてんのにさ、もう気持ちよくなってくんないから、うん、いや先週もなんか言ってたの聞いてたからマジで仕事しながら聞いてたからね、本当に、うん、ちょっと申し訳ない、じゃあ写真の準備できました、はいはい、次どうぞ、はい、はい、ほらね、うん、なんかかっこいいでしょ、ああ、もうこれ今瀬ザカーニバルになってる、今瀬ザカーニバル、そう、まさにそう、まさにそうだよね、うん、ですよね、うん、これいい写真だね、そうそうそう、うん、これいい写真ですよね、次はちょっとこれにしようかな、はい、はい、どうすん、ああ、哺乳瓶ですね、うん、哺乳瓶、はい、哺乳瓶、哺乳瓶ってどういうことよ、ほら、おむつ入ってたじゃないですか、うん、はい、なんでワッキーさん、ステージドリンクは哺乳瓶で、ああ、なるほど、やってるこだわりがありまして、そういう性癖とかではない、性癖ではないですけどね、うん、ただ、なんていうんですか、おっきい赤ちゃんっていう、あ、なるほど、サブタイトルがあるらしく、はい、サブタイトルあるらしくって、あるらしくつけてたわけではないんだ、うん、なんかね、昨日俺初めて聞いたかな、うん、自分の中でじゃ決めてたんだろう、ね、うん、で、なんかそう、差し入れにね、あれですって、よだれかけが欲しいって言ってましたんで誰かよだれかけを今度来た時に持ってきてもらえると、うん、なるほど、はい、ずっと大きい赤ちゃんっていう、あれ、そうですね、大きい赤ちゃん、はい、はい、じゃあ次行きます、はい、どうすん、あー、これですね、うん、あー、まあこれ全員集合みたいな感じですね、うん、全員ザカーニバルになる、全員ザカーニバル、そうそう、全員ザカーニバル、うん、カーニバルのやっぱ強いね、あ、まあそうですね、うん、カーニバル強いよね、そうですね、うん、あ、まあ最強のパーティーバンドって俺は勝手に言ってるぐらいなんで、はい、そうなんです、じゃあ次、はい、次、あー、これね、これはブン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 つってタオル振り回す曲があるんですけど、おうおうおう、あ、まあ正式なタイトルはゲンチャリ&デイブっていう曲なんですけど、うん、はい、ね、原付きのブンブンブンっていうことね、あ、まあそうですそうです、うん、なるほどなるほど、ね、なんかタオル振り回すんですけど、うん、あれ弾いてないようで、私弾いてるんでね、
あーなるほど。タオルは振りましてんけど、うん、あの左手のハンマリングだけで、うん、タオン引きな感じで、うん、ダーンってやりながらタオル振り回してるっていうね。なるほど、はい、これワッキーさ指が増えてるっていうわけじゃないよね。あタオルでね多分、うん、あれだと思うんです。あの指が増えてるような感じに見えるっていうことね、うん、犬みたいな感じになってるんですけどね。なるほど、うん、そうタオルですあれは、はいはい、という感じですね、はい、ありがとうございます、はい、これ昨日のライブステーションです。昨日なんだね、まあ、まさに先生ほやほやだ。そうですね、うん、なんで今日ちょっとねヘトヘトなんですけど、うん、ああなんかねマイク哺乳瓶掲げてるのは、あーね哺乳瓶です、哺乳瓶です、はい、あマザーテレサさんからコメントが来ましたそうというわけなんですよ。だからね、うん、そうハロウィンは本当とにかくね、あまあどっちも悪の花もそうなんだけど、うん、結構あのお客を盛り上げよう精神が強くて、まあそうだよね、うんうん、エンターテイナー的なね、エンターテイナーですね、うん、うん、結構だからね、パフォーマー気質なんで俺もお勉強になるというか、なるほど、うん、そうそう、ああしっかりちゃんと反応も返ってきてくれるんで、うん、まあ今瀬くん昔からそうだもんね、なんかパーティー好きそうな感じするもんね。だよね、うん、クラッカーとか毎日持ってたもんね。持ってねえよどうしてそういうガセネタをさ使った試しもねえよ。ごめん俺パーンって言ったらあれ本物かチャカね、うん、本物だったかなんかいつもあの音すんなと思って、あれ捕まっちゃう捕まっちゃう、うん、そっか、まずいですよ今のは、まずいからねフィクションですこの勝手なこと言ってくれてるよね本当ね、はいはい、あそうそうっていうわけでね今こんな感じの活動をしてまして、はい、でそうですね、うん、あ一応ねちょっとまだ あれなんですけどこの後多分ね10まだ言えないんだけど10後半の方で、うん、10の後半の方、うん、10、でまあちょっとまたワンマンライブのお手伝いよっていうお話を、そのどこのワンマンライブかどうかも言えない、まだ公表してないから本人が、ああなるほど、まあお話いただいてるからまあ受けたかなっていうところ、なるほどなるほど、うん、そちらの方もこれからね多分ちょっと動くと思うんで、うん、はい、というわけで宣伝したいこといっぱいでした。はい、もういいの、うん、宣伝、うん、今うちなんかライブが決まってんじゃないの。決まってます。それじゃあ最後にちょっとサラサラっと言わしてもらおうかなと思ってるんですけど、うん、だからまあ、はい、今日は今瀬くんの全てをね、はい、知れたっていうことで、もう大体これで全部だね俺の反省はね、うん、そう、まあ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 全てではないと思うけど、うん、やっぱ闇の部分をちょっとどうしても言わしたいんだねやっぱ本人の口からさ、うん、うん、いや多分笑えないと思うよちょっとやめとこうか、放送ができなくなっちゃうからさ、嘘嘘嘘、乗っかっちゃっただけ乗っかっちゃっただけ、はい、ということで皆さんちょっとね、はい、引き笑いだけはやめてくださいよっていうことで次はエンディングです。はいはい、エンディングですということでね、はい、はい、じゃあサクサクっといきますよ。ね、5月25から26、土日で開催されます岐阜県、レインボーキャンプ2020という春フェス、ハノイボンズで行ってきます。岐阜に行ってくるんだ。岐阜です、はい、泊まりがけですね。あ、うん、でワッキーさんはね2日間ともあのステージ MC とかやるんで、うんうん、まあ、ハノイは日曜日の出演だったかな確か、うんうん、まあこれはあのホームページ、ツイッター俺の方にも載ってるんで、はい、あと6月9日に悪の花で町田プレイハウス、こちらは詳細未定です。あ、ね、で、あと、まあ、7月あたりにもしかしたらちょっとハノイ絡みで出るかなっていうのがあるってところが今のところ決まってます、うん、っていうところで、あとはもうさっき言ったように、うん、こちらツイッター、あーツイッターね、アットブラインドネスロック、もしくはまあ作詞でググっていただけるといろいろ出てきますんで、はい、よろしくお願いします。でマザーテレサさん、写真の皆さんやっぱり前科持ち、はい、全然違いますよ、誰一人前科いませんで来週の断ち切りは平成最後ですね。あ、そうですね、来週の断ち切り平成最後、そうなんだっけ、はい、新しいやつ令和、あー令和か、うん、はい、うん、ちょっとしっくりこないよねまだね、まあ、いつこうしっくりくるんだろうね、ただあんまりその悪くは言えないよね、ちょっと怖い人も来る違う、まあまあそうね、そうそう、まあ、そうね、最高です令和、でも昭和生まれ平成でしょ令和でしょ、うん、うん、もうすごいよ ね、俺らからしたらって明治の人見るような感じだからね。ああそっか、うん、だからまた次ね、ね、気が変わってね、うん、やっぱちょっと血固めにしようかっつったら よくになるってことだよね。まあそうね、うん、うん、次は何、次のあれ、まあ言語あれすんのもあれだけど、うん、まあ作詞とかなんじゃない、あー伝説に残るかね、うん、バンちゃんお腹が空いた子供に顔を食べさせているのかな、マザーテレサさん、それアンパンマンですね、うん、まあまあまあ、まあ、はい、アンパンマンと一緒だからね、はい、でそう平成最後のタチキンが来週最後で、うん、で平成最初のあれ、あ、平成じゃない、令和最初のタチキンか、うん、
一応まあ来るん でそこあのちゃん今度俺じゃなくてちゃんと女の子のゲストを、わあそうだよ、久々にね、俺はチンピラと絡みたくねえんだよ、ちゃんと女の子5、6はもうちょっとね決めてるから、あ、オッケーオッケーオッケー、うん、ちゃんとあのね、うん、綺麗度こう全然来ますので、よかったよかった、はい、うん、はい、まあちょっと楽しみにしているんで、そうですね、はい、ありがとうございました、いえいえいえ、うん、もちろんこれだからあの、はい、チンピラということで放送はしてないんですけども、あのちゃんとアーカイブ載っけてくださいねアーカイブね、はい、頼むよはい、じゃあ今日は、はい、まあ、サクシこと今瀬くん、はい、ゲストでお迎えしました、はい、どうもいつもありがとうございます。